さあ改めまして本日はこちらトヨタパートナーロボットブースにお越しいただき誠にありがとうございます。これよりこちら THR3 そしてマスター操縦システムのデモンストレーションを行ってまいります。どうぞ皆様お近くにてお付き合いください。さあそれではまずはじめに皆様から向かってこちら左手にご用意しておりますのがマスター操縦システムです。離れたところから操縦ができるだけではなく、こちらの THR3 が周囲から受ける力を操縦者に戻すことも可能で、操縦者はあたかも自分が THR3 に乗り移ったかのような感覚で THR3 の操作を行うことができます。そして皆様から向かってこちら右手にご用意しているのがマスター操縦システムによって操縦が可能なヒューマノイドロボットの THR3 です。こちらの THR3 は身長154センチ、重量は75キログラム、32関節と10本の指を自由に動かすことができます。またシンプルなモジュール構造の採用で広い可動範囲を実現しています。さあそれではこれよりこちらの THR3 とマスター操縦システムの3つの特徴についてご紹介をさせていただきます。まず特徴1つ目がこちら、リアルな遠隔操縦技術です。手先に伝わる力とヘッドマウントディスプレイからの立体映像を組み合わせることでリアルな操作感を実現しています。では皆様こちらのモニター画面にご注目ください。こちらは実際にヘッドマウントディスプレイを通した映像となります。つまり操縦者からはこのように見えているわけなんです。それでは皆様ステージ上の操縦者にご注目ください。先ほどから操縦者が動かしておりますこちらはマスターアームと呼ばれるものです。そしてグローブはデータグローブと申しまして、装着した操縦者の10本の指の細かな動きを再現することができます。さあそれでは実際にこちらのマスターアームを使ったいくつかの操縦を実演してみましょう。まず最初に出てきたのは何やら青い柔らかな少し大きめなボールですね。さあそれでは THR3 の腕の各関節にかかる反力を操縦者が感じながらボールを上半身で転がして大きく操っていただいてますね。はい、とても上手に操っていただきました。さあそれではお次に机の準備をいたしますので少しお待ちください。さあ2つ目の実演ではブロック積みを THR3 に行っていただきます。両手でブロックを掴んで器用に組み合わせていってもらうんですが、さて果たしてうまくできるでしょうか。ではお願いします。さあ慎重にどこにあるか確認しながらしっかりと持って、はい、あっという間に1個目が重なりましたね。さあ全てのブロックが重ねることができるでしょうか。お、すごく上手にできました。この2つをさらに重ねることができるでしょうか。はい、ご覧ください。皆様このように非常に上手に組み立てることができましたね。拍手してくださっているお客様もいます。ありがとうございます。さあ次に何をするかと言いますと、机の上の片付けを行っていただきます思います。では片付けお願いします。さあこのように遠隔操縦で今皆様から向かって左側の操縦者が操作をしているわけなんですね。積み上げてこちらの箱にコップを入れてくれましたね。あとはブロックです。さあブロックも、はい、こちらの箱にきれいに片付きました。さああとはこちらにペットボトルがありますので、このペットボトルを少し見にくいですが横に置いてあるこちらのゴミ箱にさ捨てていただきましょう。さあ今ね上手に両手を使っています。さあ
ね、向こうに行ってしまったので右手も使いながら、さあつけてください。あ、惜しいですね。まあでも入ったと思っていただきたいと思います。上手にできました。さあそれでは先ほどの蓋も閉じていただきましょう。さあこれで見事机の上が片付きましたね。ありがとうございました。さあそれでは続いてですね、こちらのモニター画面を使いましてマスターフットについてのご紹介をさせていただきます。どうぞ皆様モニター画面にご注目ください。でこちら映像中にございますのが足に装着したマスターフットです。このマスターフットから足の移動量や重心の移動をロボットに反映させまして、歩行移動も直感的に操ることができるという操縦システムとなります。さらにマスターフットは路面認識機能との併用で、平面だけではなく起伏のあるような場所でも着地可能な安全範囲内に次の一歩を指定することができる仕組みになっております。でそして THR3 の歩行時にはその起伏に合わせて足運びを自動調整しますので、安全性にも優れた半自動操縦が可能なのです。さあそれでは続いて特徴2つ目をご紹介していきたいと思います。2つ目はロボット関節の柔軟制御技術です。通常であれば操縦装置は非常に重たいものですので、その重さや摩擦によって自由に動かすことができないんですが、各関節の摩擦や重さをキャンセルすることによって操縦装置の重さを感じることなく動かすことができます。でさらに機器同士や操縦者との接触を回避しまして、操縦者が安全に操縦できる自己干渉回避機能を搭載しています。さらにトルクサーボモジュールを各関節に搭載しておりまして、それによって外力をダイレクトに操縦者に伝えることができます。またシンプルなモジュール構造の採用で広い可動範囲を実現し、人の動きを忠実に再現することができます。さあそれでは3つ目の特徴をご紹介します。3つ目の特徴は全身協調バランス制御機能です。複雑なポーズでも自然な動きで自在にバランスを取ることができます。さあ早速始まりました。さあどんなポーズをしているか皆さんお考えください。今春日のポーズですよね。トゥースというポーズから今入りましたけれども、さあいろいろとポーズをこれからやっていきます。さあ2足だったところから今片足でこのように見事バランスを取ることができます。さあこのように複雑なポーズをいろいろ取っていますが、非常に安定感ありますよね。さあこのように今野球のピッチャーのポーズから、今度はサッカーのボールを蹴るような、ね、動作なんかも自在にできるわけですね。さあそしてカメハメハですね。さあいろんなポーズがありますのでどうぞご注目ください。太極拳のようなポーズと、さあこれはどうやら小島よしおのおパピーというふうに伺いました。このようにね、足を高く上げても十分にバランスを取ることができます。さあ先ほどからね、重心も大変だと思うんですが、シェーという動作もね、気軽にできていますね。さあ人間の私たちでも加担してこれでねバランスを取るのも非常に大変かと思いますが、この THR3 は実際にバランスを取って片足でもバランスを保持することができますね。さあそしてこれはジョジョのポーズでしょうか。さあどうやらジョジョのね好きなスタッフがいるということで、こういったねポーズも変わってるそうですけれども、さあこんなねかっこいいポーズもねしていますよ。こちらが最後のポーズ、何だと思いますか。こちらはボルトのポーズでした。さあそれではですね、続いて全身のバランスを保持するという様子をご覧いただきたいと思います。さあご覧ください。ご覧のように接触によって生じる外力を受け流すことができまして、全身のバランスを保持することができます。
通常外力が加わってしまいますとなかなかバランスを保持することが難しく、ね、なかなか倒れてしまうということがあるんですが、このように外力が加わっても受け流してバランスを取ることができるというわけです。さて3つの特徴についてご紹介を行ってまいりましたが、いかがでしたでしょうか。こちらの THR3 は家事、介護、育児などの身近なものから建設作業や医療診断、さらには災害地や宇宙空間といった極限状況での活躍も視野に入れています。これからもトヨタは人の活動をサポートし、人との共存を可能にするパートナーロボットの開発を進めてまいります。どうぞ今後のトヨタにご期待ください。さあ、そしてただいまご紹介してまいりましたトルクサーボモジュールを体験できるこちら展示も行っております。その他にもヒューマンサポートロボットの HSR、 対話ロボットのポコビーなどの展示も行っています。よろしければこの後はブース内にてごゆっくりとお過ごしください。最後までのお付き合い誠にありがとうございました。ちょっと